はい、皆さんこんにちは、村長です。今日は久しぶりに Waves のプラグインをご紹介したいと思います。日本では Shapes Omni Channel、 このソフトがあまり紹介されていません。でも Waves の中でもとっても優れたユーザーインターフェースを持つ素晴らしいチャンネルストリップです。ただし僕もここしばらくあまり Waves を使っていませんでして、プラグインアライアンスのチャンネルストリップがとってもよくって、皆さんも多分ご存知の AMEC9099 というとても素晴らしいチャンネルストリップがあります。これを見た時に僕はもうチャンネルストリップでできないことはない、そんなぐらいに思いました。発売当初5、6万ぐらいしたんですけれども、そこはちょっとさすがに手が出なかったんですけれども、3万5000円ぐらいから4万円になった時にもう欲しくて欲しくて買った。それは大当たりでして、その後もチャンネルストリップを使う時にはこの AMEC9099 これを使っています。しかし数日前にこのオムニチャンネル、これがアップデートされたということで、最近あまりプラグイン熱が収まってしまって欲しいなということがあまりなかったんですけれども、少し音を聞いた時に、あ、これは皆さんにご紹介したいな、そんな風に思いまして、今イントロキャンペーン的な価格も出ていましたので僕は買いました。皆さんも今の価格というのはぜひともゲットする検討をしてみても、とてもおすすめができるプラグインだと思います。いくつか変わった中で一番すごいなと思うのがこのプリアンプです。皆さんも上級になってきましたらですね、マイクで録音をするときにマイクプリが欲しくなったりしませんか？ DAW の中でいろいろイコライザーをかけたりコンプをかけたりということはできたとしても、元音としての音がとても芯のあるいい音で取ろうとしましたら、マイクプリもしくはオーディオインターフェースの中にあるマイクプリがとてもいいとですね、気持ちいい音が入ってきます。そのようにマイクプリというのはとても重要な部分です。チャンネルに入るプリアンプ、これもですね、かなり音の色付けに大きな影響を与える、そんな風に感じています。もうこれは聞いたらすぐわかります。特に今示しているクラッシュという新しいプリアンプサーチュレーション、これが入りました。もうこれは上の3つとは全く違うほど素晴らしい機能を発揮します。じゃあ聞いていただきましょう。ベースの音でやってみます。まずはこのプリを切っておきます。ゲインリダクションメーターをオンにします。入れてみます。この度合いはこのノブで変えれます。これ0です。切ります。はい、他のものも見てみましょう。これはちょっと丸みがありますね。はい、これもヘビーと言われるぐらいでかなりしっかりしたプリです。はい、これはもうふくよかさが全く違います。ちょっとあえて強めにかけます。もちろん作る音楽によって
こういうようなサチュレーションがいらないものもいっぱいあると思うんですけれども、これはですね、迫力のあるベースもしくはキック、これに使うのにはとってもいいと思います。キックの方も後で見せます。そしてもう一つ素晴らしいのが、オクターブで 24dB という急カーブができました。ここです。今までは6、12、18はあったかなという感じだったんですけれども、ここでフィルターがかけれます。例えば今は 34Hz、 ここにかかっています。ここも変えたりやりながら、まず6からやってみます。12、18、24、24にしたときにすごく角がうまく出てきます。これはこのフィルターカーブにものすごくノウハウがあって、単に下がっているだけではないようです。この24というのは今までの上のものとは、僕は理論的なことは分かりにくいですけれども、もう音が全く違います。そしてその下にレゾナンス、これがあります。レゾナンスというのは共鳴のことです。この共鳴を量増やせるので、音作りがものすごくやりやすいです。動かしてみます。増やしていきます。ボディの響きが全く変わってくるんですね。僕もこんなチャンネルストリップをあまり見たことがありません。はい、これをキックでやってみましょう。 UI のサイズはここですぐ変えれるようになっています。ちょっと大きめにしておきます。まずプリを切ります。入れます。素晴らしいですね。これもうちょっとミックスしていきます。はい、今度はフィルターを見てみます。今 54Hz です。50にしましょう。6の時、はい、一気に重みがなくなってしまいました。12、ちょっとパスパスします。24、はい、24だけが全く別次元にできているような気がします。ここに何かウェーブスのこだわりがあるんだと思います。レゾナンスを変えていきますと、キックの響きが全く変わってきます。こちらにやるとかなりタイトになります。上げていきます。
今度はフィルターの周波数を動かしてみます。はい、ほぼかかってない状況です。 20Hz 上げていきます。はい、上げていくともちろん低音がなくなりますので、こんな硬い音になります。ここまでいくともうバスドラという感じではなくなります。なんと音作りがしやすいプリアンプとフィルターなんでしょう。今までのチャンネルストリップでは全く味わわなかったような感動を覚えています。またこの特徴にはコンプが4種類、それも新しくソフト2が加わりました。いわゆるかかりが少しゆっくりめということで、アタックの良さも残しつつできるコンプレッサーです。その他には VCA と FET、 そしてオプト、光学コンプレッサーですね。この3つがあったんですが、今回はこれが追加されました。これも音作りにかなり影響が出てきます。レシオを5から6ぐらいにしておきます。そしてアタックは少し短めです。早めといった方がいいんでしょうか。リリースもタイトにしたいのでちょっと長めにします。これで聞いていきます。まずコンプなし。コンプ入れます。ゲインディダクションが今9デシベルほど落としています。ここを変えていきます。もう少しスレッショルドを上げてみます。上げたところからだんだん下げていきます。はい、これでは 2,3 デシベルです。本当に効きがいいですね。レシオを上げます。これで他のコンプも試してみましょう。VCA です。FET。これはとっても抑えるスピードが速いです。だからタイトに聞こえます。オプトはコンプのかかりがどっちかというと浅めです。でもちょっとスレッショルドを下げ目にするといい音になりますね。もう一度ソフトに。素晴らしい音です。これらのユニット自身は前後移動させることができます。こんな感じです。はい、今コンプを一番最後に持ってきました。こんなことができるわけです。そしてイコライダーとかここらのことは今までも当たり前ですので、そんなに取り上げるというところはありません。ただしもう一つ素晴らしいことがあります。これは今までからもそうだったと思うんですけれども、ここに他の VST を絡ませることができるわけです。オムニチャンネル2だけでできないようなこと、例えばリバーブでもいいと思いますし、そういうものをインサートすることができます。この一番右端のところです。ここでプラスを押しますと、こんなようなリストが出てきます。今までは Waves のプラグインだけしか選べませんでした。でもこのソフトを最初に立ち上げると VST をスキャンします。VST3 がここに読み込めるわけです。
見てみましょう。はい、こんな感じです。ここにプラグインアライアンスのアイアン、 SPL のアイアンですね、これを入れます。するとさらにコンプレッサーを強くかけたり、自由なかけ方、いわゆるコンプ専用のソフトですから、もちろんこちらはその部分は強いわけです。そしてここでブレインワークスの1000倍特許でもありますステレオワイドとかモノメーカー、これらを使うことができます。いくらの周波数以下はもうモノラルにしてしまうというような機能です。ちょっとこれを鳴らしてみましょう。まずは切ります。入れます。モノメーカーを入れます。このように他のプラグインを追加することができるんですね。これの場所自身も自由なところに持ってこれます。このように移動ができるわけです。一つ一つのユニットのオンオフはこれでできます。例えばゲートを入れる入れない、ディエッサーを入れる入れない、このようなことができるわけです。今日はこのウェーブスのシェープスオムニチャンネル2新発売ですが、これの新しくなったところを中心にお話をしました。またいつかの機会にはこれのトータルな機能について僕ももう少し研究をしてから皆さんにお伝えしたいと思います。今日は新機能を皆さんにお届けしました。村長スタジオでした。